足元の物価景気の状況に速やかに対応するため、追加策について早急に実行に移します。止まらない食料品や電気料金など生活必需品の値上げ。政府は今日、住民税非課税世帯を対象に1世帯当たり5万円を支給するほか、今月末が期限となっていたガソリンの補助金について年末まで継続するなどの物価高への追加対策を取りまとめました。帝国データバンクによりますと、食品の値上げは今年だけで2万品目以上となり、今月値上げされる食品は2424品目、品目数は先月より減少したものの、値上げ幅は平均 16% と大きくなっています。相次ぐ値上げに街の人は、これは高いなと思われるものってどんなものがありますか？果物なんか昔いっぱい食べれたけど、今もう食べられないのかな、女ぐらい。ずっとそうやってもう我慢されてます。いやでも孫が食べるから、うん、自分食べんでもこうやって孫に食べさせてるけど、ブドウとかも高いのばっか食べるから、ね、サラダ油高いよね。はい、揚げ物好きやからね、うんうん、結構、うん、上がってるね。びっくりするぐらい買った方が安いよね、惣菜。そう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 、あの母物野菜とかですか、ネギとかも高い。前は結構毎日スーパー行ってたんですけど、はい、2回に1回とかにしたりとかにちょっと減らしてるかもしれないです。もう全体的に全部上がってね、年金生活にはちょっとやりにくい。あ、これはちょっと上がってないなぁ思ったら量が減ってる。やっぱし、うん、パンいつも食べるんですけど、パン結構なんか地味に値上がりしてる気がして、ちょっとでもあまりにも高いと今日はやめとこうかなっていうのはありますよね。なんか対策するところまで行ってないという感じなんですか？どうですか？多分した方がいいんでしょうけど、なかなか日々どんぶり勘定をしておりまして